まあ、俺らにまたいじられると思ってんじゃないですか。くるくるちょもちょも、くるちょもちょも、今日はいい日だね。はい、どうせよ。コスちゃん愛してるよー。おめえが覚えてるよ。エッチ100倍楽しくなるシート使ってほしいかと思った。まあ、きましたね。はい。ヒカリ、タビトモちゃん、チンコにギャッツビー塗るみたいな感じになるんかな、笑う。ギャッツビーもいろいろあるじゃない。うん。ギャッツビーよりも、熱いよ。熱さはマジで、マックスだから。ドラドラドラ恋は。ソープの街、吉原に行ってみたらこんなところだった。トリトリさん、川崎も回ってみてください。川崎もよく聞くんですよね。川崎にもあるんやけど。ある。そういう。歓楽街。あ、でも、吉原ほどではないけど、後輩のミュージシャンに、ね、って言うんですけど、そいつがね、その川崎付近2000円ぐらいで、ババアのなんかピンサロがあるとか、この間言ってて、ほんと兄さん行きましょうって言われたんで、ちょっとじゃあ行きましょうか。さじって。エッチが100倍楽しくなるペン使ってみたら一番やばかった。マルポンちゃん、赤ちゃんの声聞こえた、かわいい。チョモさんみたいなイケメンがエッチなことをセキララに話すってすごく貴重、うん、お印でよろしいですかってウケる、うん、これボーナストラックのやつだね。あーなるほどね、うん、チョモと子供の話しかね、俺の話は一切さっきはそのパターン多いチョモみたいな誰が見てももうあれな感じの人がここまでやってるのってあんまりないと思うんですよ。まあ、ちょもちゃん自分で言いづらいけどさ、まあ、俺みたいなイケメンかな、あんまりそうやってね、下ネタとかはやってるのはおらんわな。いないよ。ここまで全員か、明るい下ネタチャンネルも珍しいんじゃないですか。もはや爽やかやもんね。そうだね。そうですよ、そうだね。そう。だから別にみんなあれやで、その気にして、いいねしづらいとか気にしなくていいよ。私、下ネタダメなの言ってる女ほど下ネタ好きや。ああ、そうだね。うん。これね、この間、ちょもちゃん、年始のライブでも言ってましたよ、また、彼氏の紹介をします。はじめまして、ももですか、ももが。ああ、すごい。ももちゃん、まだつくんやな、すごいな。あまちゃん、ちょっと待って。顔も似てるんだけど。え、どっちどっちがどっち俺かな、ももちゃん。超能力で味を変えるたこ焼き店がすごすぎた。はい。トミー・テルルさん。はい。くるぶしさん。あと10キロ痩せたらイケメンかも。チョモさんはすでにイケメン。待って、かもなんだ。でもやっぱチョモのイケメンへのコメントやっぱすごいね。改めて読み返してみると、うん、意外とそうやって触れてくれてんやな。こんなとこですか？まだあります。お、あと2つ。ゲップが無限に出る粉を決めてみた。お、トミーテルルちゃん、はい。続きが見たいです。パート2お願いします。だから、もうないんですよ。そう、もうあれで終わりね。あれで完成です。そう、ゲップは出ないんよ。出なかったです。胃のちっちゃい人とかもしかしたらね。あー、かもね。うん、で、俺ら嘘つかないんで、うん、ああいう終わりです。そう、そうなんよ。はい。芸人さんとかね、うん、地上波のテレビとかやったらね、うんうん、頑張って出そうとするもんね、うんうんうん、きっとね。リアルがあれです。うん、リアルガチです。俺らは出ないんよ。出ない、出ない。彼氏の紹介もします。はじめまして、ももです。マジこれが最新なんですね。つばきちゃん、チワワがとにかく可愛い。一番最新がマロちゃんやの。そう、まさかの。なるほどね。いやでもあれですね、やっぱりこう見られてる動画というか、みんなが興味ある動画へのコメントを結構明白に分かれてきてる感じですね。まあ、でもね、これからも今年もいろいろ動画撮ってるんで、うん、ぜひコメント、いや本当にもうみんなのね、コメントといいねとチャンネル登録が、うん、活力になりますので。本当ですよ、うん、マジで。ね、またね、近々ね、お知らせとかもいろいろできるかもしれないしね。そうですね、うん、楽しみにしてください。はい、今回はね、くるちょものコメントを久々に読んでみた。あ、感謝さ。ありがとうございました。両乳だけ揉まして。だけってどういうこと？